STS-109 は NASA のスペースシャトルで行われたハッブル宇宙望遠鏡の補修ミッションである。2002年3月にコロンビアで打ち上げられ5回の船外活動でき材の交換と設置を完了した。これはコロンビアで打ち上げから着陸まで完全に実施された最後のミッションでもある。STS-109 上位による整備を終えた。 ハップル宇宙望遠鏡 STS-109 は、ハップル宇宙望遠鏡の補修を目的としていた。コロンビアは2年半にわたる広範囲の改良を受けた後の最初の飛行であった。ミッション中には、装填観測用高性能カメラ、新しい公式対応電池板、新しい電力制御ユニット、赤外線観測装置用の新しい冷却システムなどの科学機器が取り付けられた。 また、HST の高軌道へのリブーストも行われた。ACS 取り付けのために、フォークを取り外している、宇宙飛行士 STS-109 の乗員は、5日、連続で合計5回の船外活動を行い、ハップル宇宙望遠鏡を補修、改良した。シャトル内の乗員は、船外活動者を支援した。ミッションスペシャリストのナンシー・キュリーは、シャトルのロボットアームを操作した。 船長のスコット・アルトマンは彼女のバックアップであった。操縦手のデュアン・カーレート・アルトマンはビデオと写真で船外活動を記録した。船外活動を通して新しい太陽電池板、新しいカメラ、新しい電力制御、ユニット、リアクションホイール装置、ニクモス用の試験的な冷却システムが取り付けられた。STS-109 での船外活動は 合計で35時間55分に及んだ。HST の補修は STS-109 の他に4回のミッションで、船外活動は合計18回、129時間10分、14人の宇宙飛行士で行われた。シャトルの貨物室から放出される直前のハップル宇宙望遠鏡次のコロンビアのミッション STS-107 の帰還時に全乗員が死亡する。 空中分解事故が起きたため、このミッションは、コロンビアの最後から2番目の飛行でもある。STS-109 は、朝に打ち上げられたが、夜間打ち上げであるとされている。それは、コロンビアの打ち上げが午前6時22分へで、午前6時47分の日の出の25分前だからである。ありがとうございます。